前回に引き続きヨッピーさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウイリッチでずっとプレスやってたみたいなんですけど、今のゆとりさんにバイトを始めるきっかけって何かありましたか？ウイリッチでプレスをずっとやってきて、すごい学ぶことがたくさんあって、なんか自分が作ったものを自分で PR したくなってきたんです。なので、やりたいなって思ってた時に、一緒にやってくれる人と巡り合ったというか、まあ、タイミング的にお話があったので、はい、始まりました。でそのブランドをやる上で、うん、ヨッピーさんが思う必要なスキルとかって何かあったりしますか？こういうことはできた方がいいとか、やってる時にあこれは勉強した方が良かったなとか、やりたいゴールが見つかってれば、そこに対して何が必要 なのか、その、なんだろう、技術的に、それをまず、自分でできることからやるっていうのと、あとは自分の世界観とかをしっかり持って、それをどういうふうにしたら相手に伝わるのかっていうのを私は一番に考えてます。お仕事すごい大変なこといっぱいあるんですけど、これは一番大変だなって思うなんかことって、私なんか多分ケアリスミスが多いから、文字間違いとかが多いあでもそれはすごい分かる。ブログ書いてもうわっとか、そうだからそこが一番嫌いで、なんだろう、デザインとかを考えたりとかするのもパソコンに向かってできるタイプじゃないので、なんか歩いてたら思いついてそれをそうやるから、自分の生活ではうまく時間を使えてるし、ああもうなんか何してても全部ブランドにつながってる。そうですね、なんか全部自分の子供のようで、なんかブランドがだから大変なことはあんまりないかも。やっぱ好きだからそんな苦にはならないって感じ。まあ文句は言ってますけど一人ででもまあそれはまあ仕方ないって言って、ブランドやるためには、そうですね、我慢も大事、今のそのブランドのお仕事を通して見てる人とかにこう伝えていきたいことって何ですか？洋服って毎日着てると思うんですけど、なんかそれを着ることによって自分のモチベーションが上がったり、なんか楽しい気持ちになったりとか、なんか洋服で、自分がもっとプラスにハッピーになれるような、洋服をこれからも作っていきたいし、写真とか映像だったりとかも見てこう入り込んで楽しくなれるようなものをこれからも、作っていきたいと思います。またここから先の夢とか、ブランドの中でもいいですし、ブランド以外でもまたこれからこういうことを目指したいなとかあったりしますか？今ポップアップストアを、日本で伊勢丹さんとか やらせていただいていて、今基本的には卸のホールセールだけを日本と海外とやってるんですけど、自分のお店を来年、オープンしたいなと思って、すごい早くできた、頑張りますブランドプロデューサーになりたいダイナリストすごいいっぱいいると思うので、そのみんなにちょっとアドバイスを、なんか自分の好きなものとか、自分らしさとかを今なんか他の人に見せるツールがたくさん昔よりあると思うから、そこで、まず自分をこうアピールしたりとか、そういうことで誰かが気づいてくれる場合もあるし、そういう見せてるものが共通の友達もできるかもしれないし、最初はそういうことから始めるって、もっと自分のことを知ったりすることも大事かなと思います。なるほど、
なんか今の時代こうしなきゃそれになれないっていうのもないから、どこにチャンスがあるかもわからないし、うん、うん、なんだろう、スピーカーになるというか、人に、うん、人にこういうのが好きとか、こういう方が良くないとか、これになりたいとかも人に話すことによって夢に近づくかなと思います。最後に、今将来悩んでる女の子たちとか、転職とか就活でもすごい今そういう時期でもあるんですけど、うん、そういうみんなに一言、すぐ結果を求めずに長く同じことを続けることが一番大変なんですけど、うん、私も今もそれを心がけているし、辛抱強く頑張ってほしいです。はい、頑張ります。みんな頑張ります。今回のゲストはヨッピーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。